どうも、こんにちは、K です。今日は質問答えていこうと思います。まあ、今日からサブチャンネルまた、いっぱいやっていこうかなと思ってて。というのも、あの、1万人が近いんですよ。もうあと数十人で、サブチャンネルの登録者が1万人という。まあ、結構、サブ1万人ってほんと結構、難しいというかさ、あまりこう、企画をやったりとかしてないから、ほんとじわーっとしか、こう、増えてかなかったんですけど、いや、もうようやくここまで。 来たかなというところで、まあ、より頑張ろうかなと思ってます。じゃあ質問一発目。生まれ変わっても福好きでありたいですか福好きはいろいろ犠牲が多いので。うーん、シンプルに答えると、ノーですね。はい。好きにはなりたくない。あの、生まれ変わったら。ただ、あの、犠牲にしたからっていう理由ではないんですよ。まあ確かに、 まあ、例えば、大学生の時代とかに、例えば学校の友達と旅行に行ったりとかっていうことも一回もなかったし、同じ研究室に入った、あの、いわゆる同級生というか、まあ、チームというかね、人とご飯に行ったことも4年間で多分一回もなかったんじゃないかなとかぐらい、まあ、そういう付き合いとかもせずにね、ずっとこう、まあ、地方から東京に行って服を買うっていうことだけに、 まあ、ずっとそれをやってきたし、確かにいろいろこういう関係とかも、まあこの人たちとちょっとこういうしてなんか遊んだりすんのは今ちょっとお金的に無理だとか、に我慢してきた部分もまああるはあるけど、結構僕個人的というか、もともと人間的に、そんなにこう大勢と仲良くしようとか、あんまりこうみんなでワイワイ騒いじゃおうぜみたいな、あんまりそういうの興味ないタイプって多分ちっちゃい頃からそんな感じだったから、 まあ、犠牲にした感っていうのは、そういう意味だとそんなに僕の中では強くなくって、なぜかというと、じゃあね、じゃあなぜ服好きじゃないのかと生まれ変わっても。まあ、服はさ、もちろんまだまだ足してはないよ。足してはないけど、まあ、ある程度、買っても来たし、まあ、いろいろ着ても来たし、っていう状態だと思うね。今の自分、まあ、これ自分で言うのもちょっと変なんだけど、まあ、それなりに、 まあいろいろ見てきてやってきたが、まあまだまだね、あの、上には上があるというかさ、それはもちろんわかってるけど、から、まあここまで一回ファッションで充実したというか、いろいろ触れてこれたんだったら、なんか違う人生を歩みたいなっていう欲の方が強いかも。うん、例えば、 自分の中で一つ後悔というか、ま、一つというか人生で唯一後悔してるのが、ま、サッカーをやめたことというかね、ま、いろいろ問題があってやめたんだけど、ま、そこもあの時ちょっと人間性を正して続けてたらどうなってたかなっていうのもちょっと気になったりとか、ま、言ってもこう、ま、映像とか、ま、グラフィックとか、ま、そういうの結構好きなので、ま、そういうのをもっと早くから学んだり、ま、服にのめり込んだようにそのデザインという世界にのめり込んでたらどうなってたかなとか、 まあなんかそういうのも結構気になるので、生まれ変わってもまた同じっていうのは、うーん、違うかな。まあ例えば、全部をこうファッションに注ぎ込むみたいな人生を送りたいかっていうと、そうではないかなっていう感じ。そう、だからといって今を後悔してるとか、犠牲にしたなっていうのはそんな思ってないんですけど。っていう感じかな。はい。次、ドメブラにビッグブランドが生まれるには、デザイナーのカリスマ性はどれくらい重要 ギャルソン幼児のデザイナーには非常に惹かれるが、その他のブランドにはそれをあまり感じない。うーん、なるほどね。カリスマ性。まあ確か、ただ、そのカリスマ性っていうのもさ、こう一夜にして手に入れられるものじゃないのよ。スター性とかも。そうだけど、例えば、まあなんかわかりやすくというかわかりにくいかもしんないけど、まあ最近なんかテレビ見るとよく木村拓哉さんが、 出てるんだけど。まあ、あのカリスマというかスーパースターじゃないですか。でも、今じゃあ新しくなんかデビューしますって言って、なんかあの風貌の木村拓哉さんが出てきても、多分まあかっこいいなーくらいなのね。でも今までやっぱ積み上げてきたさ、まあその作ってきたドラマとか、まあね、音楽もそうだし、まあそのまあファッション的な要素もそうだけど、そういうなんか積み上がって、まあカリスマとしてね、こう知られていくというか、 まあ、そういう存在感が出てくるわけだから。だから、山本陽一さんも川久保玲さんも、なんかこう、なんていうかな、積み上げてって、まあ途中革命を起こしたっていうのもありますけど、積み上げてって、唯一無二のポジションを獲得して、それがこう、カリスマ性っていう風になってるだけだと思うから、まあなんかそのデザイナーのカリスマ性って重要なのは重要ですけど、まあ結局はその、なんていうかな、もう積み上げ的なところがもっと重要なのかなっていうのは、 思いますけど、結局やっぱ歴史のその、なんていうそのブランドの歴史を見たときにやっぱ本がそのページが厚い方が、やっぱりその伝わってくる説得力というか、そういうものがあるので、まあどうしてもまあドメブラってこう今若いブランドがたくさん生まれてて、まあまだページが数ページしかないような状態じゃないですか。まあそれだとやっぱりそこにカリスマ性とか、なんかそのデザイナーの凄さみたいなのは、まああんまり感じられないのかなと。やっぱあそこってすごい歴史的なところとかにも関わってきてると思うので、 まあそういうブランドが出てくるには、まあ相当時間はかかるよね。では、まあ思います。まあ、あそこがあまりにも偉大すぎるっていうのはあると思うんですよ。まあ結局比較対象が、その日本のファッション界のレジェンドとかそういうレベルじゃなくて、本当にファッション業界全体の、あの本当にトップオブトップみたいな、まあ二人というかね、川久保霊さん、山本雄一さんっていうのは、そこと常に日本の若いデザイナーが比較されるっていうのはちょっとかなり難しいことだと思うけど、まあやっぱ積み上げなんじゃないかなと。 僕は思いますけどね。まあ、ただ、うん、まあま、あ安倍千歳さんを見ると僕は近いものを感じるというか、まあ、あんまりメディアにグイグイ出てきたりとか、なんかこう、そう、なんていうかな、すごく革命的なことをやってるわけじゃないけど、あの方のやってることって本当にすごいことで、まあ、ゴルチエとオトクチュールやあったりとか、まあ、なかなかな飛び抜けた存在にまでなってきてる、まあ、ディオールとコラボしたりとかね。ので、なんかま、これをだから続けていくと、いつかのタイミングでそういう存在になるっていうこともあるんじゃないかなとは、 僕は思いますね。やっぱその積み上げかなその、うん、木村拓哉さんの話が分かりやすかったかは、ちょっと分かんないけど。まあなんかそんな感じかなと。はい。次。えー、サンローラン好きって言ってればオシャレやと思ってる人多い気がする。気のせいですかうーん、どうなんだろう。僕はそんなにいやらしい心は持ってないので、これを言うと、この質問者がいやらしいみたいになっちゃうけど、別にこのブランドが好きって言ってるから、なんかこの人、俺オシャレだと思ってんだろうな、っていう風うには、 そんな感じないかな好きなブランドなんかそれぞれあるし。サンローランがそういうブランドで上がりやすいのって、かけ離れてるからだと思うんですよ。要はもう絶対に届かないものだからこそ、憧れを感じたりとか、あんなのがいいなって思い描くというか、なんていうかなこう、やっぱりちょっと手に届きそうとか、自分でもやれそうっていうのは、まあ好きにはなりやすいとは思うんだけど、まあそれがあんまりこう永続的に続かなかったりするのが多くって、 やっぱりこう自分がなんか手が届かないとか、なかなか自分のそのイメージしてるようなものが自分では作れないみたいな、なんかそういうやっぱ手に届かない存在の方が、結構好きになったり憧れを抱いたりすることってあると思うんですよ。だからラグジュアリーブランドってまさにそれじゃないですか。基本的には一般的な、あの、生活をしてる人たちにとっては、もう本当かけ離れたような世界で、ね、一着数千万でドレスを作ったりする人がいたり、数千万のバッグ買ったりとか、まあね、こう何百万の買い物を日常的にやってる人たちとか、 まあそういうのがこうゴロゴロしてるような世界でしかもまあブランド側もそういう人たち向けに作ってるっていうかけ離れたものだからみんなこう例えばディオールのバッグ持ちたいとかシャネルのバッグ持ちたいっていう憧れを抱くじゃんあれがだからどこでも手に入るような価格帯になってなんかこうその辺で売ってたら同じシャネルの革使って同じマークだとしても多分みんな買わなくなると思うのよ要はだから手に届かないような値段だからこそそそこに価値を感じたりしてるからまあサンローランはそれに近いんじゃない いわゆるその、まあこれあんまりコンプレックスな話になるから良くないかもしんないけど、いわゆるその日本人の平均的な体型ではちょっととても真似できないとか、日本人の顔ではなかなかああいう雰囲気は出せないみたいな、そういうこうギャップを感じるというか、そこにこう逆にこういうのかっこいいなみたいに思うなんかそういう心は僕は悪くないと思いますけど、結構タイプが分かれるじゃん。自分でいっぱい着れて、こう自分がこう描い、思い描くようにできるブランドが、 すげえ好きだっていうのと、やっぱ憧れ的なのを感じて、まあそこが好きになるみたいな。結構なんか2パターンというかそういうのもいると思うので、あれでサンローランが好きっていうのは自然じゃないかな。今見ててサンローランを好きになる気持ちは僕は結構わからなくもない。ただ、相当難しいから、まあどっかでその熱とかで冷めちゃったりするんだろうな、みたいなのは、まあ思うは思うけど、まあ、若い方の中とかでサンローランというブランドが好きっていう風になってるのは、 僕はすごくいいんじゃないかなとは思う。う別にバレンシアガを好きと言ってるからダメな状態とかっていうわけじゃないけど、サンローランですごく表に出てきて目立ってるブランドではないので、なんかあの辺を見て好きっていうのはいいんじゃないまあオシャレだと思って言ってる人もわかんない。いるのかもしれないけど。まあ僕そんな感じかな。はい、次。えー、服もそうだけどみんなと違うと変だみたいな日本終わってません。みんな一緒の方が変だわ。まあー、まあこれも服以外の部分 だよね。もう文化というか、まあ、だから学校というのが一つそうというかさ、まあ、その学校という別にシステムとかそういうのを否定するわけじゃないけど、なんかクラスの中で目立つと、こう、叩かれるでしょあの、出た杭は叩かれるとか何だかって言葉あるじゃん。まあ、だからあんな感じでさ、別に僕はなんか、 うん学校内で少し目立つ生徒がいたりとか、ちょっと個性的だったりとか、別にそれって何が悪い。まあそれがだから、ね、その学校教育の中で、なんか授業を全然ちゃんと受けてないとか、常に騒いでるみたいな、まあ、そういうのだとちょっと、 ねあの、指導するっていうのは分かるけど、なんかこう、身なりとかも含めて、なんか多少、多少個性的だからそれがもう全部ダメだ、みたいな。まあ、そういうのでやっぱ子供の頃から、小さい頃からすり込まれる流れがもうできてて、やっぱ子供のうちにこう吸収したものって人間性を作る上で相当でき、なんか重要じゃないですか。か学校というこのシステムっていうのは、 まあ一つあるのかなその教育というか指導というか。で、だからそのまま今度みんながやる就活をやるのが当たり前でみたいな、こう流れが出て、で、そのままじゃあ、こう多くいるサラリーマンみたいになって、みたいな。なんかそのやっぱ流れで会社の中でもちょっと目立ったり、なんかちょっと違うやり方をすると怒られたり違うって言われるし、みたいな。なんていうのその同調意識じゃないけど、まあこういうのが、 すごくこう、まあ、ある意味平和なので、やっぱそっちを求めてるというか、まあ、日本人はそういう意味では、まあ、終わってるというまではそんなに思わないけど、まあ、もうちょっとこう、個性を受け入れようみたいなことは、結構綺麗とで言う割には、全くその、状況というか、うん、まあ、システム的なところはこう、整ってないな、というのは、思いますね。 うんまあこう、スーツが絶対に正しいみたいな、ああいう流れとかね。まあ緩んできてるけど、スニーカー履いてもいいとか、ちょっと緩んではきてるけど、そう、もっとコツ、まあ、働き方とかも含めて、なんかもっとこう、マイルドというか、いろんなやり方があってもいいんじゃないかなとは、確かに。まあこれ学校が大きいんじゃないかなと僕なりには思う。うん、はい。次。えー、学生お金ないおしゃれしたい、どうしたらいいと思いますかご教授ください。死ぬほど働く。もうこれしかないんだゃ、ね、ななんか、 学生のうちにさ、こう、まああんまりいい意見じゃないかもしんないけど、なんかこう、体のことを気使って、まあもちろん大切っちゃ大切なんだけど、僕は無理していい期間だと思ってるよね。大学の時とかって、まあ、ある意味時間があり余ってるから、まあ、お金がないっていうのはしょうがないんだけど、まあだったら稼ぐという方向に出るというか、まあそれをするしか、 ないと、あの、学生のうちに節約をしたところで、節約できてる範囲が、学生の収入の範囲の中でしょたった月8万、10万円の中での節約なわけじゃん。それが100万円とか200万月稼ぐ人が、多少節約してるってなったら効果が大きいのかもしれないけど、学生の間の節約なんかたかが知れてるから、どうにか稼いだりとか、まあそういう収入を増やすとか、そういうところをこうやっていくしかないんだけど、から僕も、本当に、惹かれるぐらいバイトしてたからね。うん、まあ学校も行かないでバイトしてるとかも全然あったし、 まあ結構提出物とかで OK みたいな、あの学校でもあったから、まあ、それをやるのはやるけど、まああの、だったら授業出ないで、もう全部、あの、バイトしてますみたいな。そうじゃないと、今回の取り置き回収できませんみたいなさ。そんな生活をしてたから、まあそれくらい追い込んでいいんじゃないかなと思うけど、特にこう、腹熱が高くてさ。 なんか欲しいと思ってる時はそれがエネルギーで働けるから。まあ、服がちょっと冷めた時期なんかはバイトを減らしてのんびりすればいいと思うし。まあ、そういう時間のコントロールがさ、まあ、できるじゃん。学生の頃。社会人になると、やっぱそういうのが難しいというか、常に働かなきゃいけないし、もう常に休みはある程度決められてるしってなっちゃうけど、学生の間は休みやね、そういう出勤とかそういうのもコントロールできる範囲が大きいので、まあ、働くしかないんじゃないって思う。うん。はい、次。 えー、次、雑に来た時のスタイリング、たまにビビッとくる。あー、なるほどね。かっこコンビニ行くとって書いてあるけど。なるほどな。まあ、わからなくはないな。これ、まあ、コンビニはあんまりないけど、あまりにも近すぎて、なんかそんなスタイリングでどうっていうのはあんまりないけど、例えば、まあ、今だと、あの、ラジオのね、こう撮影というかさ、収録というか、ま、撮影に行く時とか、 まあなんかそういうのでちょっと外に出なきゃいけない時なんて、まあ別にこうさ、どうしても会場っていうかその場所に着いたら椅子に座ってずっとこうあと喋って終わりだから、まあなんかあんまりこうね、スタイリングをガチガチにやっていく必要とかもないし、なんならこうパソコンとか結構機材も持っていくから、 あの、重いしさ、こう、なるべくこう、動きやすいじゃないけど、なんでもいい格好で行こうとかと思ったりするんだけど、なんかそんな時に、すげえ昔に買った、まあ黒の普通のね、シンプルなフーディーなんだけど、もう結構昔着てたり、移動で着てたりとかしてて、白いあたりというかさ、汚れみたいになってるようなフーディーとかを、なんとなくコートの、あの、下に適当に入れたりすると。なんかこういうテンションも悪くねえな、とか思ったり。まあそういう時になんか、太いパンツ履いたりすると。 ああ、なんか太いパンツもたまに悪くねえな、とかいろいろ思ったりとか。そう、この前もね、ちょうど、さらっと出かけなきゃいけないって言って、まあちょっと予定でね。ただまあ、そんなにこう、カチッとした別に用事でもないし。 っていう時とかは、久々にそれこそこの前動画で、あの、紹介っていうか、ま、僕も持ってますよって言った、マーチンの、あの、ブーツを履いて、で、それに超短くした、あんまり履かなくなった超短いスラックス合わせて、なんか黒のフーディエ、もう、ギュうギュうまでこう、マックスまでフードかぶって、コート着てみたいなので行ったりしたら、なんかそれはそれで悪くねえな、みたいに個人的に思ったりとか、なんかあるよね。 そういう瞬間。で結構ほら、カチッと決める時というかさ、自分でこうバチッとした時って、なんかこう、新しい発見というよりかは、もうある程度自分のこう、いいスタイリングができたやつでやるじゃん。そんなにすごいそこ攻めることってあんまりないじゃん。でもその、ルーズな時ってさ、 なんかこう、まあ、別に何でもいいや、ぐらいの感じで出かけるんだけど、もちろんそれ外れる時もあるのね、やっぱダセーな、みたいな、<laughs> 思う時ももちろんあるんだけど、今日この靴ではねえな、みたいな、あったりするけど、まあ、時としてね、ああ、なんかこの感情悪くねえか、とか、まあ、そういうのはあったりするよね。まあ、それは気持ちちょっとわかりますね。はい。次。 えー、次が、一ヶ月前一目惚れしてお金を貯めてやっと給料日になった時には見慣れて本当に欲しいのかわからなくなった時、K さんは買いますかあー、なるほどね。見慣れてってことは、まあずっとこう、何見に、店舗に見に行ったりとか、まあいわゆるインスタとか、まあスマホでずっとチェックしちゃってたっていうこと。 そっか。まあでもこれはさ、まあ、個人的には、まあ見慣れたとしても、まあ本当に欲しくてお金を貯めたっていうのまで言ってるんだったら、まあ僕だったら多分買うかな、うん。まあ新しさっていうのはさ、もう見慣れて感じなくなってるとしても、まあでもなんかそれをやっぱ自分のものにして着るっていう。いやまあ、一目惚れ、まあ一目惚れしたってことは、まあデザインだったりとか何かはまあ好きなわけじゃん。 ある程度買う可能性の方が高いかな。ただその1ヶ月の間に、もう明確に自分の中でさ、こう変化があって、まあ、明らかにこれまでと自分のちょっとやりたいスタイルが違くなったとか、まあなんかそういう人と出会ったとか、そういうスナップを見たとかなんかのきっかけで、そういう劇的な変化が1ヶ月の間でも、まあ若いうちってこう生まれると思うのね。もしそれが生まれてるのであれば、買わない。けど、そこまでそういう変化もなくって、ただただ自分の目とか脳みそ的に、 なんかこれちょっともう見慣れたなと思ったとしても、まあなんかもともとは自分は多分すごく好きなわけで、ただそこに新しさというか、それを感じてないだけだと思うんで、まあ僕だったら買うかなっては思う。うん。なんか、せっかくのその感覚を大事にしたいというか、まあこれが見慣れただけならね、これがもう欲しくないとか、 なんかちょっと微妙だなとか、そういうのが浮かんでるんだったら買う必要ないと思うけど、ただただ見慣れたっていうのだけだったら、まあ自分のものにしてはまだないので、まあ自分のものにしてみるのはいいんじゃないかなとは、またそこでまた気づきがあるというか、あこれやっぱりこの感じいいなって思ったりとか、なんかやっぱちょっとしっくりこないなとか、まあいろいろあるとは思うし、まあ若いうちでそういう失敗も込みだとは思うので、僕だったら買う可能性の方が高いかも。うん、はい。 次はね、うんまあこれはまずいね。取り上げなくてもいいんだけど、えー、身長低い人がオシャレをしているのを見るとどうしても滑稽に見えてしまいます。どうしたらの、次は何だろう。あ、ないのか。どうしたらいいでしょうみたいなことかな。滑稽ってだって、ちょっとバカにしてるみたいな感じだよね。バカバカしいみたいな。そんなニュアンスでしょ身長低い人がオシャレをしてるとなんでバカバカしく見えるんだろう 身長が高い人のものなのかファッションって。なんか僕はそう思わないというか、それはまあ、ラウェイとかを見てね、どうしても180、190とか、そういう人たちが歩いてるから、なんかあれを真のファッションだって捉えてるのかもしれないけど、まあなんかその人間って普通にね、体のまあ大きさとか、まあ例えば色とか、まあ、何でもそうだけど、まあ髪質とか何でもそうだけどさ、まあいろいろ個性があって、それに合わせてその人たちが、 まあ、この世にあるね、このた、これだけたくさんある服の中から、自分で選択をして、まあ、スタイルを作っていくわけじゃん。で、まあ、その、それもファッションも込みで、人間というのが、やっぱこう作られていくでしょだから、なんかそれを馬鹿にする権利っていうのは、僕は正直ないと思うんだよ。他人にはね。まあ、見えてしまうのはもうこの方の場合は、しょうがないのかもしれないけど、その感性っていうのは、 間違ってるっては僕はあんまりその人に言いたくないけど、ちょっとずれてると思うよ。うん、まあ、あの、身長で区分するっていうのは、あんまりね、僕も良くないのはわかるけど、まあ、低い人たちはさ、まあ、自分たちで、まあ、そういう自分の体格とかっていうのをこういろいろ判断して、すごい工夫をしてるんですよ。だから僕、多分だけど、この世でね、なんかその、いわゆるそのおしゃれなスタイリングにいろいろこだわっててみたいな人って、 身長低い人の方が多いんじゃないかなっていうふうに、むしろ思うくらい、結構低い人たちの方がユニークなスタイリングというか、まあスタイリストの人たちとかも結構そうだけど、ほんと業界にいる人たちとかも、なんか色々こう工夫してて、色々面白くってみたいなのって、もちろん中には全然意識してないみたいな人もいるし、なんかそういうのがファッションの世界の面白さだと思うから、 まあね、モデル体型で、こう、服を何でも着こなせてっていうのも、もちろんファッションの一つかもしれないけど、僕はそれではそれで魅力に感じてるから、こうは思わない。かなまあ僕のチャンネルで、こういう人がまだいるかっていう感じ。うん。まああれだけいろんなね、海外のスナップ。別に海外のスナップもみんなスタイルが優れてるわけではないじゃないですか。そんな185ばっかかって言ったら、別にね、一般のゲストで呼ばれてる人なんか、165とかぐらいの人も中にはいるしさ。 まあ別にそんなにみんながみんなモデルなわけではないけど、そうあれでもね、それだけかっこいい人たちとか、いけてる人たちがいっぱいいる中で、まあ、これはちょっとまあその、なんていうかな、まあ尖った時期なのかわかんないけど、まあ完成的にはもうちょっとこう、幅を広げた方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね。はい。次。次。ラグジュアリーブランドはオンラインの商品ページに載せる写真にもこだわっていると思いますかというのもとあるブランドの ローファーのページを見ていたら足元の写真が載っており、その足元だけでもかなり洗練されていて、そのままスタイリングに組み込みたいと思うレベルでした。あー、なるほどね。まあ、あのー、こだわってないわけがないよね。<laughs> ラグジュアリー。は、まあ、どのブランドもそうだと思うけど、まあ、今やオンラインなんてものすごく大事なね、こうツールの一つというかさ、多くの人たち、全世界の人たちが、まあ、それを見るわけだから、 むしろ店内のディスプレイとかより、やっぱそういうオンラインの、あの、見せ方とか写真の撮り方なんていうのは、それは当然こだわってますよ。それはもう当たり前じゃないですか。ただ、あの、多分いろいろルールがあったりとか、まあもちろんあの、ディレクターとかね、クリエイティブディレクター、まあデザイナーの意向で、このシューズにはこういうパンツ合わせるとか、それが今シーズンのイメージだからとか、まあこれがキーになってるからこれを乗せるとか、まあいろいろな戦略みたいなのはあると思うんですけど、もちろんその撮り方や、 いろんなところにはもうすげえこだわってると思いますよ。まあその実際に現場を見たことがないので僕はわからないですけど、まあ今この時代にオンラインをあの、まあ全くやらないっていうスタンスならいいですけど、中途半端にやるっていうのはちょっとあれだけ資金力があるラグジュアリーではちょっと考えにくいので、どのブランドもちゃんとやってる。まあやり方はいろいろあると思いますけど、うん、ちゃんとやってると思います。はい。 えー、採用試験の勉強で忙しく服に貢げない、就活の時など服に対してどのような距離感でしたかあー、就活の時は、僕ちょっと結構イレギュラーというかね、あの、そういう試験を受けたわけでもないし、直近までその、まあ、就活始まってますみたいな時に、スタイリストのアシスタントやってて、就活する気も1ミリもなくって、本当にエントリーギリギリ,ギリみたいな、 あの、タイミングで、ま、その就職したら、みたいなことを、あの、スタイリストの方に言われて、それがこう、きっかけになって、ま、ラグジュアリーの業界を、あの、志して受けたっていう感じなんだけど、あの、ま、これさ、前も言ったけど、あの、一個しか受けてないのね。試験を、その試験というか、就職何、何試験か、就活っていうのを、一社しかやってなくって、そこダメだったらもうそのままアシスタントになろうっていう感覚だったの。そうだか、なんていうかな、 就活という就活の時期を過ごしてないというか、ちょっと僕その辺に人とちょっと違うというか、普通のルートじゃない感じになっちゃって、あ,あの、受けたら普通にみんなと同じように受けたんだけど、そこをもう就活しながら言っても地方からもう東京に出て、あの、日々撮影に関わったり、リースでなんか服借りに行ったりとか、あの、そんなことしてたから、もう服への熱はあったよ。普通にね。ただ、あの、就職してから、1、2ヶ月ぐらいかな、 あの、まあ、やっぱ社会人っていうそのリズムとか、あとは僕はその初めて一人暮らしをするのも、その初めてだったから、その時がね。ずっと地元にいる時は実家から大学に通ってたし、実家を離れて一人で生活をするっていうのも、ま、初めてな中で、まあ、そのいろいろリズムを整えたりとか、ま、いろんなことを自分一人でやる、まあ、仕事もしながら慣れない仕事で、あの、いろいろ言われながらとか、そういうのがもう結構最初ほんと1、2ヶ月ぐらい大変で、 まあ、ファッションなんかほんとどうでもよかったね。まあ今持ってる服があれば、うん、別にもういいやというか、ちょっと正直なんか、いろいろコレクション見たりとか、海外ツアー見たりとかもちょっと今どうでもいいくらいの、冷めてたよ。 うん、そんなのでも社会人になってから何回かあったね。忙しい時期とか、もうちょっともう一旦、しかもファッション仕事にしちゃったから、ああ、もうちょっと一旦ファッションいい,い、ゲームずっとしたいゲームみたいなので、1ヶ月死ぬほどゲームしたりとか、まあそういう時期もやっぱりあったんで、まあ特にその採用試験でね、ある程度長期間勉強しなきゃいけないとか、そういう時は、あの、服はある程度きっぱりで僕はいいと思いますよ。あの、やっぱり一回好きだったりするというか、ある程度のレベルを超えてファッションの沼に使った人たちって、もうその血液流 ててるるかからあのどっででまた出てくるんですよ熱が自分が落ち着いたり余裕ができると服買いてえとかなんか結局ブランドのインスタ見てんなみたいなそういうもう血が流れてるんでそこはもう安心してあの試験にぐっとこうなんていうののめり込むというかこの前ねコメントでもちょっとコメント返したんだけどあの試験が始まるのであのしばらく K さんの動画離れますみたいな1年ぐらい離れるって言ってたのかなそういう方いたりとかたまに DM でも。 あの、ずっと見てたんですけど、って言って、こうなんか、律儀にさ、挨拶してくれる方とかいて、ちょっと一年間そういう試験のために YouTube 離れます、みたいな。あの、あ、じゃあまた一年後会いましょう、みたいなことをこうやり取りしたりとかするんだけど、そうそう、そういう方とかはもうそれでいいと思う,うん。あの、本当にきっぱりファッションと離れて、一旦は集中して、勉強というのに臨むと。うん。全然それでいいんじゃないかな、っていうのは、 思いますね。僕も冷めてた時期なんかもう何回あったかわかんない。もう10回ぐらいはファッションやめてるんじゃないかな。もういい、いい意味。もううざい。みたいな。ストレスあるし、もうめんどくさいし、もういいわ。って。こんなに自分を着飾ってどうしたいんだ、俺は。みたいな。そんな時期本当あったからね。そう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 。だから、まあそんな感じ特にファッションを仕事にしたっていうのは大きかったかもね。プライベートでもファッションはちょっとくどくって。そう、そんな感じだったかな。はい、じゃあ今日はそんなところでちょっとたくさん答えとく。ちょっとまあ難しい質問もあったんですけど。まあそんな感じです。ぜひ、はい、コメントください。バイバイ。